ファントムキャットスーパーニャーエディション。さあ、ということで今回からですね、こちらのゲームやっていこうかなと思います。内容はわからん。猫ゲーだったからやるっていうだけ。まあ、やっていきますわ。なんかアクションゲームっぽいんだよね。こういう感じの。なんかダンジョン系のアクションゲームみたいな的な感じのやつ結構あるんだ。結構個性的なステージあるな。とりあえずまず翡翠の森かな。チュートリアル的なやつでしょ、多分。なんか、ガチガチのアクションじゃん。全然思ってたん違う。ヒーローって何？何これ？なんか、おっしゃった今俺。R押したら、あ、主要キャラ的なのあんだ。へぇー。全くわかんねえや。やってこう。すげえ穏やかな BGM 流れてきた。かわいい。かわいいや、僕ね。動物の中でね、猫が一番好きなんですよ。兄ちゃん早く。はい。全く動こうとしねえじゃん、こいつ。足ブラブラさせて。あ、これ俺も動かすの？違うわ。なんかやってる。ん？スイッチ出した。急にスイッチ出したぞ、こいつ。何やってんのこれ。あ、俺か。あ、かわいい。あ、これでジャンプね。はいはいはい。B がジャンプ。Y は何もないのか。X もないな。A、B がジャンプか。まあ、なんか、横スクのアクションゲームですって感じだね。OK、そのまま進んでみよう。ジャンプ。はいはいはい。A 長押し。あ、もうすげえ、やべえ、言いそうになった。危ねえ。まあまで出たわ。まあまで。まあで、O で終わりそうになった。危ねえ。はい。モンスターを踏みつけると倒せるよ。はい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 。これね、意外とね、ショージャンがこれなんだよ。一番多分短いジャンプがこれ。結構高い。意外と高いから、OK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 。感覚が難しいかもしれん。見て、ここに変な入り口があるよ。確かに変な入り口だな。めちゃ、なんでそんな堂々と入っていけるの、変な入り口に。その神経を知りたい、俺は。妹。わ、すごっ、暗っ。何ここ？なんだお前は？わあ、でっかいロボット。動き出したね。危ないですよ。すげえ、対話を試みてる。何？なんか来た。さらわれたんだけど。ね、妹さらわれたんだけど。おいおい、嘘でしょ？なんかすげえ敵来てた。なんか強いの来た。何こいつ、もうなんか展開多すぎてわからん。突っ込みどころしかないんだけど。何が起き、俺が聞きてえ。いや、俺が聞きてんだ。多分妹が連れ去られたんだよな。何？アイナがさらわれた？急いで僕の精霊の友達を探すんだ。彼はきっと助けてくれるから。アイナってあの妹のこと？妹アイナっていうのはね。はいはいはい。で、僕の精霊の友達を探せと。お前のポジションなんだ。頭3つじゃ、もう猫ではないよな、確実に。僕は他の手がかりを探しに行ってくる。いってらっしゃい。あいつ脚力すごいな。すげえ手振ってる。かわいい。これ上登れる？あ、登れはしないんだ、さすがに。なんか BGM なくなっちゃった。せっかくね、穏やかな BGM が流れとったのに。あお、ファントムキャット。スーパーニャーエディション。まあ、今までの悪魔のチュートリアルだね、多分。こっからだね。うん、こっから。これでいいんだな、翡翠の森。なんかアイテムある系かこれ。あれが多分精霊なんだろうな、あの黄色いのが。アイテムも集めていきたいな、できるなら。まあ、やってこう。まあ、見てもらってわかる通り、あれだね。まあ、簡単に言うと、マリオだね。うん、言ってしまった。そのブロックの中には秘密が隠れてる。これか。おー、コインがめっちゃ出た。コイン集めた方がいいのかな？うん、なんか落ちた。びっくりした。あ、出た。君が類だね。僕は精霊のアイルーだよ。アイルー？急にモンハンコラボした。急なコラボしたな。 UFO が森林の方へ行ったのを見たんだ。早く行こう。僕が助けてあげる。ありがとうアイルー。いや、オトムアイルーはさすがだな。これ何、モンハンとマリオがコラボしてるの？すごいな、唐突なコラボ。あ、なんかコンパス的なやつがゲットできた。あれも集めていきたいね。これ上行けんのかな。さすがに厳しいか。厳しいのだな。ほい、ほい、はい。なにこれ、なにこれ。7コイン入手したわ。ありがとう。ありがとう。
あ、宝箱ね。はいはい。これも集めていくといいんだね。し、恥ずかしがり屋のやつだね。あ、どういうこと？え、どういうこと？何すればいいこれ、俺。ちょっと待って。ダメか。どうしたらいいんだろう。こいつ殺して。俺も殺意に今芽生えてるからね。恥ずかしがり屋のやつだね。ちょっと遠目で見る。後ろから、なあ、ダメだこいつ殺せねえこいつ殺せねえわ俺が殺そうとするともう全て拒否される。上から攻めるか。いや、タフネスちゃんタフネスちゃんだったダメだ、殺すこと可能じゃねえわこいつ。まあじゃあいいや。なこれすごい、あ、めっちゃトランポリンだ。トランポリンキノコだこれ。コイン取って、コイン全部集めたいな。意味あんのか知らんけど、ま、でも下までさあれだもんな。あ、なんかある。スーパー、待って、カービィじゃんスーパースターじゃんえ、なんか取った。あー、アイテムだこれ。かあれだね、集めていけば多分なんかストーリー進行的には 100% みたいになるな。あ、なんかハートある。え、なんか15分の25だったんだけど、え、マックス超えたんだけど。新鮮な空気、外に出たってことだね。なんかすごい、なんかいいね、和むようなストーリーだね。この奥行けねえわ。なんかの、なんか謎の壁によって阻まれてる。これでゴールか。はい、コンプリート。あー、82枚。あ、もう一個あった宝箱。マジかー。てか方位地震のやつ55万とかよこれそれじゃ方位地震55番の前で、とりあえず進んでいくわ。イベント、ブルーのロボットは君の友達。あ、僕のフレンズか君。ほんとだ、攻撃してこねえ。こいつ堂々と友達踏み台にしやがるまあ、彼ら助けを借りてるのか、強制的に足場にしてるのか知らんけど、うん、なんかおるね。しかもなんか博士だね、確実に。 UFO がここをめちゃくちゃにしていったんだ。ロボットを救出してくれないかな。まあいいでしょう。あいつか、話聞いてねえな。確実に任天堂スイッチ触ってたぞ。すーげえ、いいね。 BGM が穏やかで、もう僕の心も和みますわ。これもう早朝に撮ってるからね今。若干声が低いと思うの。声が低い理由は純粋に朝早く撮ってるからっていう理由ですね。すげえ、あ、俺は普通に脚力いいんだ。お前じゃあなんで存在してんだここに。お前何してんのこいつこいつ何してんの。あ、宝箱ある、やったー。15枚ゲット。ついでに方位地震ゲットしていく。高さが足りない。あ、助けるのね。なるほど、はい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 。ここも壊したい、ここも壊したいわ。おいロボット、おいロボット、こっちまで来い。俺を助けろ。はいはい、何にもねえじゃねえかこれ。あ、ここはブロック壊せないんだ。ここもない、ないか。隠し、あ、スーパースター、あるスーパースターあるわ。ロボット助けて落ちてくるやつを使っていくのか。なるほど、あ、いいね。こういうギミックが出てきたのおもろいなこれ。いいよ、どんどん楽しくなっていってるわ。え、ロボット。ちょ、足場になって、俺の。そう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 、そっちそっち。はい、センキュー。なんかある。え、まだ上なんか歩くね。なんかあるよ、あそこ。え、あそこどうやって行くんだろう。なに？え、なにこれ。おい、おいみたいな、おいみたいな書いてある。おい、秘密はいつも予想外の場所に隠れている。なんかこの辺あったりするのかな。あっち側行ったりする。無理だな。え、だ、ほら、なんかあるもん、あっち。あの上だ。待って、あの上だ。おー、君の力が借りたい。君の力が借りたい。嘘でしょ。くそ、これ、めっちゃ秒速でやるの無理やつやん。無理やつやん、これ。行きたいな。あ、無理だな、これ。じゃ向こうからだったらワンチャンあるんじゃね。じゃこっちから先行けねえが。あ、こっちからか。いけ、くそ届かねえ。ダメだ、諦めよう。一旦諦めよう、あいつは。
はい、こっちか。すごいな、結構ギミックしっかりしてるな。手伝ってくれてありがとう。俺を受け取ってね。何俺って、金か。最新のヒーローの力、かけら。あ、これ集めるとあれか、このヒーローになれるってことか。なるほどなるほどなるほど、おもろいな、おもろいですなこれ。ん？てかさっきなんか2分の2になったよね。どこ？こ、次ここ？ど、ここ？1の3ならここでいいのか。さあやってこい1の3。とりあえずまあぶっ壊しから始まった。あい、あれだ、回復3までいった。回復ってか HP。 おお、ツタだ、とうとうツタ。めっちゃ遅え、これめっちゃ遅え、びっくりするぐらい遅え。勝手に下がる、しかも。あ、ほ、放置してると勝手に下がるタイミングか、あれ。何これ。あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って。はい、こいつは倒せるんだね。オッケー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 。はい、よいしょ、倒していって。注意、影がやり方を教えてくれるよ。やっぱジャンプしていかなきゃダメなんだ、こうやって。めっちゃジャンプしてるとき可愛いんだけど、ツタジャンプしてるとき。なんだこいつ、俺を惚れさせる気か。あー、ツタがある、すげえ可愛い可愛い猫好きにはたまらんですなこれ。こいつ、あ、なんかある、今なんかあったよね。あ、奥か。オッケー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 。危ねえ、お前敵だろ、絶対100敵だからな。お前は100敵、うん、なぜなら倒せるからっていう安直な理由。ここに道がある、危ねえ。よいしょ、倒して、オッケー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 。アイテムしっかり回収していこう。うわー、これ上からだな。シークレット何？あ、ここの部分上からだなこれ。はいはいはい、よーし、上行って。この登れたりはしないんだ。あ、いけるねいけるね、実は隠されてるね。これさ、全くあれなんだよね、あの見当つかんとこに隠されてるからさ何もヒントないからさ、もう自力で探すしかないっていう。危ねえ、ここ、あ、やべやべやべ、ここじゃないここじゃない。意外とこいつ遅いね。ここだな。はい、オッケー、取っていく、しっかり回収していく。はいと、センキュー。木を左右よじ登、あ、なるほど、壁じゃんね、はい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 。壁じゃんもあったりするのね、これおもろいな。壁じゃんではないけどね、ツタ使って壁じゃんって、もうなんか、よくわからん。あーい、か、あ、取り逃しました。コイン欲しかった、なんか行きました。ギリ当たりませんどうせなら当たる配置にいてもいいんだよお前なんだこいつ、あ、こいつは敵か。オッケーオッケー、あー、もうゴールだ。え、なんか取り逃しじゃないよね、多分。いろいろと集めたらいるもんね。こっち奥に出た謎の壁ね。はいはい、オッケー、ゴールしよう。コンプリート、まあ、しっかりアイテム回収してるから大丈夫だね、これで。まあ、隠れがあるのですかね、これ。あ、ここのイベントが出るのが、あの、あれか。あの、1の2分の1って部分になるのか。あ、そういうことか。じゃあ、アイテム、じゃあ、実質ちゃんと回収してるんだ、俺。じゃあ、いいや、進んでいこう。このゲームおもろいぞ、普通に。なんか単純操作ってやっぱなんだか、何これ、何これ、なんかここない、しかも何これ、急に時間と空間を超えて、ディアルガとパルキア、これ急にディアルガとパルキアとギラティナ、これ暗黒で、多分ギラティナでしょ、知らんけど。すごい音がなくなった、怖っ。なんだこれ、ロッキンのやついるぞ、ロッキンのやつ。これは強力なファントムパワープラントだ。なんだファントムパワープラントって。これを利用して、つる草を作り出して登ったり、あの厄介なモンスターらを苦しめることもできる。力を試してみよう。急になんか強者じゃん。強者の発言したぞ、こいつ。力を試してみよう。おお、植物。ファントムパワー。なんか後ろについてくる。やば、ナビみたいなやついるリスン、ヘイ、リスンじゃん。あ、ここの、あそこからここの区間はこの状態になるのか。なるほどね。リスンって何、ファントムパワーどうやってやんの。あ、これがワイプ X なのか。へえ、おもろ、おもろいぞ。いいね、なんかアイテム入手した感じある。お、すげえ、投げれる、なんか
あ、もういろんな、あ、花咲かせれるぞこれ。俺もういろんなところ環境に兼業していこうかな。こうやってもなんかね、地球温暖化を救っていこうかなと私は思いますね、これで。はい、こうつけて、おお、でもこの上もいけそうじゃない？ねえ、ほら、分かってるから俺。ただこの上別になんもないのか。小高い山ができたりしたいよね。オッケー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 。こうやってやって、壁使っていく。あ、おもろいぞこのゲーム。やばい、俺なんかすごい好きかもしれん。どうやら、バンタンパワーの使い方はもうしてるみたいなね。まだ天性の勘ってやつかな。でも、まだ隠されてる力には気づいてないみたいな。いや、気づいてるし。気づいてるし。何隠されてる力って。あいつ怪しい言葉だけ残してどっか行ったんだけど。嘘でしょ。こっち側ワンじゃない。あ、うわ、力がね、俺に力をくれ。悲しみと痛みを洗い流すだ。おめえ、何ちょっかもしゃんなこと言ってるのこれ。あ、待って、行った。掴む思うやんこれ。回復して、コインは別に取らんくてもいいのかなこれ。あー、やべねー。はい、はい。で、あー、逃していく。まあまあまあ、いいでしょう。1個ぐらいね。いいでしょう。ファントマ来たー。実質最強まであるからね、これ。あ、アイテムある。鍵がないと宝箱開けられないよ。いくつかプレゼントするよ。マジ？めちゃ優しい、あいつ。5個もらった。ありがとう。鍵とか使うやつもあるんだね。じゃあ、鍵もゲットしていかなきゃいけないんだ。あ、これヒーローの力だ。あ、これで使えるようになるじゃん。新しいヒーローを獲得しました。ダーウィン・ロイ。へえ、じゃあ使ってみるかこいつ。ダーウィン・ロイ、あ、生やすのあんま変わらないんだな。なんか博士だったらね、なんかもっと強くなったりするんかなとか思うけど。ほい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 。ここない？仰ぎ見る草と釣る草、空と草。何、どういうこと、どういうこと、どういうこと。ここなんかあるよ、だってなんか矢印ついてるよこれ。関係ないのかな。いや、生やすこともできんもんな。なんだろう、この上の部分すごい気になる。ちょっと待って、こっち側俺ないか気になるの。おとなしくしてくれ。あ、ないか、じゃあいいや。え、仰ぎ見るって何。上向けるわけじゃないよこれ別に。え、ここは空間があるんだよ。ここにでも空間がないんだよな。つまりどうすればいいんだ。あ、ダメか、登れるわけじゃないか。じゃあいいや。まあいいや、進んでっか。とりあえず取っていく。回収したいね。コインだけはしっかり集めていきたいわ私。あ、また捕まってるあいつ。あいつめしょっちゅう捕まるじゃん。何やってんの。はい、ここはない、ここはないか。オッケーオッケーオッケー。こいつ一生捕まってるよ。これもう助けれんじゃんこれ。かわいそう、生涯そこの場所で一生過ごすことになるぞあいつ。かわいそう。ああ、びっくりした。でもまだなんか上行きそうだな。ちょっと待って、コイン欲しい。いらんかなコイン。待て、よいしょ、おい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、ほっ、よいしょ、よいしょ。なんか俺ここでこの短時間でめちゃめちゃ上手くなったね、ここの部分に至っては。はい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 。でもさ、ここの下なんだろう、なんかあるよねあれ。あそこ行きたいな。行ってみよう。行った、なんかある。え、どうしたらいいのこれ。あそこ開いたんだ。あー、なるほどなるほど。オッケーオッケーオッケー、これって助かるんだ。オッケー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 、来た。しっかり取っていくぞ俺は。コインだったね。まあ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 、でもいいでしょう。宝箱しっかり回収していこう。はい、オッケー。足場失礼。あそこもあるな。宝箱ここめっちゃあるな。めっちゃあることないなって。今までだって1個しかなかったのにさ、急にめちゃめちゃ出すようになったじゃん。壁、え、おお、壊れた。あれか、葉っぱ使うと壁も柔らかくなるのか。
老朽化ってやつだな、これも。なんだこいつ、完全に農夫だぞこいつ。農場やってそうなやつ来たぞこいつ。なんかあるね。はい、暑さ早すなんて、あー危ない。はいはい、あーい、単純な操作ってやっぱ慣れると楽しいよね、本当に。本当楽しい。これもタツタにしちゃうぜ。絶対無理だね、行こうか。 OK コンプリート。あ、コンパスやってねえ。くそー、コンパス。ごめん、結構ステージあるな、どうしよう。失われた花園。あ、翡翠の森はここまでか。オッケー、じゃあ翡翠の森だけまずやっちゃおうかな。ヒーロー。アイリス、桃山じゃん。アイリス、桃山じゃん。カラフルス、ロス、かすかな光。あ、なんか、すごいな。性格が全く異なる奇妙な三兄弟。へぇー。あ、おもろいぞ。さっきのバンドマンこれだよね、多分。アイスクリームバンド。ファントムワールドの有名なバンド。え、知らない。全く存じ上げませんね。ちょっとやっていこう。続きやっていきましょうか。あ、そっか、枯れないのか。毎回試してしまう。敵には、あ、じゃあ時には敵の力を借りることもあるってこと？ここ？いや、ここ？あーい！ちょっとびっくりしたな、もう。ほんとふざけんな、お前。あ、こういうことね。おい、こっち向け。はい。なるほどね。あげ、ありがとう。じゃあもう用済みだ。さよなら。あるね。来た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 、これだ。来た、ファントムパワー。そうやって、あー、俺コインね、もう一生取るやためだから、生涯コイン取っていくためだから、こうしてこうして、あ、はい、あれ、はい、あ、ダメだ。ダメだ。よし、取れた取れた。あー、まあいいや、とりあえずこれで取った。はいはい、危ない、やばい、俺死にそうなんだけど、急に死にそうなんだけど、どっか行っちゃった、あいつ。嘘でしょ、どっか行く。あー、めっちゃ固まってる。上行ける、よし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 、あるよ、ここ取れるよ。はい、取っていく。まあコインだね、オッケー。コンパスゲットしていく。あー、なんか滑った、ジャンプで飛べない。なんだこれ、何が起こってるんだ、全くわからないぞ。頭の理解が追いつくのに遅い。これとりあえず取って、なるほどね、ここは跳ねる床か。あ、スパース、スパースある、俺も後ろカービィになるんだ。よし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 、倒しちゃった、いいのかな、まあいいや。あーい、ちょ、死んじゃった。嘘でしょ、このゲームで死ぬなんてことある？序盤で、こんな序盤で死ぬなんてことある？ここまでかな、帰ってきましたよ私も。上行ける、これ多分。よいしょよいしょ、これで行って、誰にもついてこられない、ホコリ。なんか急にホコリ持ち出したぞこいつ。これ上行けんのかな、さすがに無理じゃねこれ。いや、これは無理だな、これは無理だ。おい、あ、ここつけれんのか。あ、オッケーオッケーオッケー、進んでこう。なんだここ、よいしょ、上行って、で、あー届かない。やん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 、上行きたいな私。私を上に連れて行って、ここ行けねえ。よし、オッケーオッケー、消えた消えた。なんかたまにね、脚力があれなんだよな、めちゃめちゃ低い時がある。オッケー、鍵開けて。なんだ、また新しいやつだぞこいつ。もうこいつはなんかヒーロー感あるわ。 なんだろう、主人公キャラ的な感じが、雰囲気を感じますね。危ねえ。あ、ゴールだ。え、下まだ見てないな、下見てこようかな。そんな何もないか、何もないから、じゃあいいや、ゴールしちゃおう、ゴールしちゃいまーす。はい、ゴールと、コンプリート。まあ、アイテム集めてるからね、ちゃんとこれで。あそこの場所マジ方位自身か取ってないの、マジ辛すぎ。4だっけ。4だけやってねえ女、これ。6、1の6だね。さあ、雪みたいなコースだなここ。
全くあれなんだな、統一性はないんだな場所によってなんか気温があるとかそういうのではないんだな。統一性は全く感じられない。ファントムパワー、よいしょよいしょよいしょ、オーケー。お前の力なんていらねえってことをして、なんで、あ、いた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 、あそこなんかあるな、違う、邪魔くせえなこれ、あったねえ、よーし、オッケーオッケーオッケー。矢印があるからね、ちゃんとあるちゃ、あるっちゃあるんだね、ヒントは。なんかないとき あるもんね。まあいいや、何どうしよう、あー、お前が壊すのか、なるほど、そういうことか。この壁無敵かさでは、オッケーオッケーオッケー。あいつ使ってやらなきゃいけないってなって、攻撃しなきゃいけない。この上ありそう、うわ、上上ありそうだった、この上、あ、ないわ多分ないわ。じゃあいいや、ちょっと待って、こっちでいいんだよな、ないな、オッケーオッケーオッケー。なんだこれ、ランプみたいなとこ乗れる、すごい、語彙力ないからすごいしか言えないけど、すごい。下、あー、危ない危ない、ふざけんなマジで、そういうのよくない、本当に本当によくないから。あ、宝箱あるね、場合によっては危険を伴う宝箱もある。結構安全だけど、こう割と安全な方だと思うぞ俺上かな、ここ行ける、ここはいけないか、じゃあ上行きますか、はいはい。あ、この上はないね、さすがに。なんか怪しくない、あの村、俺お紫色のとこ、なんていうの、入れねえわ、ここじゃねえ。とりあえずここに向けていって、あ、ありそうだった、今あったこれ、うわー、しくちりんこ、いや、いける、俺なら、俺なら届く、俺なら届く、ほらね、ほら届いていくんだわな、危ない、バカー、ちょ、なんでここ床抜けた、あ、もう確実にここ何かあると思ったよね、あいつハマったぞ、あいつハマったぞ、イエーイ。とりあえずこれも壊してこっち行こう、危ないよ、絶対危ないと思ったもん今俺、なんこいつ頭溶けだ、効かねえ、こいつ強え、さてはおめえ強えな、なん、鳥、猫じゃないの来たんだけど、嘘でしょ、え、俺猫ゲーだと思ったんだけど、まさかの鳥が来る、こっちでいいのかな、道合ってんのかな、わかんねえや、まあいいや、とりあえず進んでっちゃおう、あ、なんかねえ、いいね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 、コンパスいっぱい集めれるわ、あ、ここから帰ってくるのか、お前さ、出待ちは良くないと思うわ、やべ、なんだかんだ HP ないんだけどなんだかんだ HP ないんだけど、これもあったわ、すごい、見つけていく、何これ、あ、これ大丈夫、これ葉っぱ生やしたなんかこれとかある、あー、思ってた通りだ思ってた通り、この上なんかありそうだったな、これ、この上なんかありそうだな、これで、全部に興味を持ってしまう、俺今小学生みたいな感想だからね、あ、今小学生状態だから全ての物事に興味を持ってしまう、全然届かねえわ、あ、これ登れるんだ、見て、 木の下に黄色いモンスターが、それはいいよ、うん、黄色いモンスターよりも先にこっちをやりたい、息を殺して、雲の上の静かさを感じて、いや、この間何何か教えてくれ、もうちょっとなんか待ってればあったのかな、え、あんのかな、いや、なんもないやないかい、なんもないやないかい、これ何かあると思ってちょっと待ってたのに俺、あ、ゴールだ、終わったわ、よし、ゴールしていこう、コンプリート。まあ宝箱もしっかり集めてるし、コンパスもあるから大丈夫じゃない、あ、コンパスなかった、もしかして足りてなかった、嘘や、なんか出た、イベントだ、なんこれ、また不思議なものだ、なんだこれ、あ、これは背景かなんだこれじゃね、背景だこれは、たまになんかさ、長押ししてもジャンプ力低い時あるんだけど、しよう、これは伝説、埃の下に埋もれてるよ、いや、それは多分床じゃないか、埃の下に埋もれてるのは多分床だと思うな、汚れか、汚れの下にあるの、あれ待って、自動スクロールになった、違うわ、だってねえわ、この上があるのか、また上がある、
これ上行っていいのかな。あ、上行ってる。行ける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 わ。なんかある。なにこれ。なんか消えた。あー、なんか出た。なんか全てのモンスターがなんてらみたいな見えたけど、あー危ないわ。お前らの攻撃は俺に当たると思うのよ、弱者。ここだ。よし。あー、それで門が開くのか。なるほど。あいつ門番的なやつだったのね。で、力を証明したわけだ。で、先に行くと、なんだ、すごい大きな木だな、これ。なにこれ。家？あ、出てきた。弱のやつがここで破壊を続けている。奴らを追い払うのを手伝ってくれ。いや、手伝うはいいんだけどさ、俺もうほぼ裸状態なんだ。ファントムパワーくれ、ファントムパワー。勝手に動いてる。急に土地狂ったぞ。え、急に土地狂ったぞ、こいつ。あ、待って、これ勝手、あれだ。これあれだ。壁に当たったら、方向変わる旅だ。もしかして。あ、そういう感じだ。これ、勝手に動いて、説明を出せ、それ。いった。ふざけるな、マジで。いや、なるほどね。はい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 。ちょ、こっち側気になるわ。これね、壁に当たったら、戻るってやつ。多分それになってる。なんだっけ。なんか、携帯ゲームのさ、マリオであったね、なんか昔マリオランだっけ、なんかそれに近い感覚。取れねえあれ。はい、オッケー。よし、じゃあ上上がってこう。急に土地狂ったもんな、こいつ。はい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 。いやー、敵いるな。はい、残念だったな。お前じゃ俺を勝てねえってことは教えてやったわ。力を証明しちゃった。の上か。あー、危ないよ。もうこいつ走りすぎ、ほんとに。ね、もうちょっと落ち着こうぜ。心穏やかに行こうぜ。意外と難しい、これ。あ、やべえ。あー、絶対あったやんけ。さっきたらたたらた。あー、絶対あったじゃん。もうなんかほら、見て、あそこ若干黄色が光ったもんね、今。ほら、若干黄色が光ってるもん、あれ。そう、悔しいんご。まあいいや、とりあえず進んでいこう。あ、ラッキーラッキー。でも、あれがない、鍵がないわ。私に鍵をちょうだい。誰か私に鍵をちょうだい。いや、おっせえなこれ。降りるのおっせえなこれ。おっせえなこれ、降りるの。よいしょ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 。上でいいんだろうか。もう上でいいか。危ない、バカだろうな、本当に。ほい、ほい、よし、火薬だけ取って。あ、なんか2つある。え、これ何、ボスバトル的な感じですか。何これ。お、絶対敵やんけ。あー、やめてください、やめてください。蹴って直したぞ、こいつ。あー、だからさ、お前落ち着けて、ちょっと。これあれか、両方とも行動停止にしろって感じか。なるせしゅん、あぶねえ。はい、じゃあこれ上乗っちゃうの、それが嫌なの。はい、いった。ふざけるな、マジ。いや、これむずい、めちゃくちゃむずい、ほんとにむずい。鬼の速さで直すな、お前。止まれ。よーし、どっか行っちゃった。あいつ何だったんだ。UFO はまたどっかに行ったみたい。がっかりしないで、絶対に見つけてあげるよ。でもこのやつ違うからな。こいつは別にそれを求めてないからな。主人公はあの白い猫だしな。めっちゃ向こう行くやん。一面飛ばしたんだけど。わあ、泣いてる妹。こっから二面か。なるほど。ということで、じゃあ今回この辺で終わりかな。結構ごめん、長い動画になってるかもしれんけど、うん、今回この辺で終わり。いや、楽しい、このゲーム。で、まあ、撮れなかったものは、まあ、裏で、多分撮ってると思うんで、そういう感じで、お願いします。じゃあ、また次回お会いしましょう。バイバーイ。